はい、どうもです。買い物大好き、おやじでございます。今日は12月15日です。せっかくね、このクリスマス間近の時期に、あえてクリスマスを満喫すべく、有給を取ったおやじなんで、今日はね、おもちゃ屋さん巡りしてきました。ドライブ動画でね、それなりに詳しくは言ってると思うんですけども、まあ、ちょっとパッと見せますと、こちら、イオンのね、おもちゃカタログ。こちら、毎年ね、動画を上げてます。お店のおもちゃカタログを見て、感想を述べるっていうだけの動画なんですけども、それを上げておるんですね。で、イオンは、まあ、ちょこちょこ行くこともあって、早めに取ってきてはいたんですけども、他のお店に関してはね、っていうか、トイザらスに関しては、近場のトイザらスがちょっとね、潰れちゃったんで、今日はそこにも行ってきました。なのでね、今回こちらね、はい、トイザらスのね、クリスマスカウントダウンってことで、おもちゃの小冊子をもらってきました。ついでにそこね、ゲームどうかなと思って、ヤマダ電機さん見に行ったら、今年初なんですけども、ヤマダのね、クリスマスカタログ、こちらも出てたんで、この3つのね、おもちゃカタログ、レビューじゃないですけど、親父の感想を述べたいと思ってますので、よければそちらもよろしくお願いします。そっちの方が先かな？で、今日はですね、まあ、ハードオフは行きませんでした、結局。ぎょうさん1軒いただけで、おもちゃ屋さんはちょっとね、数軒目、3軒ぐらいかな、巡ったのと、3軒、4軒ぐらいか、巡ったのと、あとはまあセブンイレブン、あとはヨークマートね、セブンプレミアム系の、そういうところで買い物してきたんで、紹介します。まずね、ドライブドリンクで飲んだ綾鷹でございますね。ちょっとね、いろいろあるんで、どっちかでいこうかな。まあ、セブンイレブン限定でしょうか。ファンタメロンね、購入しました。今ね、20円引きぐらいなのよ。で、安かったんで購入しました。で、最近ね、私、大いにハマっております。ブラックサンダーってお菓子あるじゃないですか、駄菓子の。それのですね、200%。驚きのチョコ感200%。しかもこれ100円ぐらいなんでね、で、結構入ってんのよ。重量感も結構あるんですよね。これ美味しいんでおすすめです。よろしければ、買われてみてはいかがでしょうか。はい。続きまして、今日はね、ちょっとね、お腹をちょっと壊しててね、もう今、全然良くなってきたんですけど、トイレとかも近かったのがね、治ってきたんで、まあ、大丈夫だと思うんですけど、うどんを食べようと思いましてね、それに入れるほうれん草、冷凍のですね、100円ぐらいでしたね。で、これは別に、まあ、今日食べるわけじゃないんですけど、セブンイレブンさんのね、ひねり揚げ、いろんな種類出てるんですけども、まあ、からし明太子っていうの初めて見たんでね、ちょっと買ってみました。からし明太マヨか。買ってみました。続きまして、まあ、お仕事用のね、口臭予防に、キーリッシュのピーチ。グレープこの間買って、で、マスカットを買って、で、ピーチにしました。はい。こちらね、続きまして。食パンがあるんですけど、バターが、マーガリンがなくなりまして、そういうことでね、マーガリンを買ってきました。で、せっかくなんで、セブンプレミアムのね、セブンプレミアムっていうか、セブンイレブンオリジナルのね、商品を買おうと思ったんですけども、結局ね、明治さんが作ってるってことと、お値段が一緒でね、こっちの明治さん、バター入り。お値段一緒でバター入りなら、こっちの方がちょっと高級感あるかなと思ってね、これ初めてなんですけど、買ってみました。内容量がちょっと少なくて、バター入りじゃないやつは 300g。これはね、280g ってことでね、ちょっとね、少なめではあるんですけど、まあ、そんなね、使わないんでね、一人暮らしの親父。で、ご飯派なんでね。で、ちょっとこれをね、買ってみました。マウントレーニアは私好きなんですね。何回か動画で言ってると思うんですけど、言ってはいると思うんですけど、こちらのね、リッチカフェモカ、香るヘーゼルナッツってことで、温めても美味しいなんて書いてますね、これね。ちょっとね、親父の休日にリッチな気分を味わおうと思ってね、いつも緑の定番のやつね、あれを買うんですけど、あれがもう美味しいんだけどね、あれを買うんですけど、今回はこれちょっと買ってみました。150円ぐらいしたかな。はい、いただきます。ちょっと蓋が良かったか。ヘーゼルナッツなのかな。ナッツの香りがしますし、すごいコクがある感じがする。で、甘さもね、そこそこあるんで、
ていうか結構甘めに甘いんで、甘めに甘いってあれですけど、甘めなんで、甘いもの食べた時のほっとした感みたいのをね、すごい味わえる。うん。電子レンジで加熱する際は耐熱容器に移してください。結構美味しいわ。ドラッグストアなんか行くと100円で売ってたりするんで、こちらのタイプも100円だったらね、リピートしてもいいかなと思っております。はい。で、これ定番の私大好きなミートソースね。セブンイレブンさんのミートソース。お値段100円ぐらいでね、お味もとてもよろしいので、この間ね、グラコロにミートソースを使うので使っちゃったんで、購入してきました。で、こちら。これもね、ちょこちょこおすすめですよで紹介してるんですけど、彩り野菜ミックスね。ブロッコリー、人参、コーンが入っててね、グリーンピースじゃないパターンなんですけども、これね、税込み200円いかないぐらいでね、結構コスパいいんですよね。で、美味しいです、これ。うん、おすすめ。続きまして、こちら。まあ、一応、セブン系になるのかな。まあ、日清さんではあるんですけども、セブンイレブンね、スミレのカップ麺とか、カップ、チャーハンとか、そういったものいろいろ売ってはいるんですけど、セブンイレブンさんね。これ、ヨークマートだったんですけど、札幌すみれ監修のね、まかない焼きそばってことで、ね、ちょっと美味しそうだったんで買ってみました。しかもね、2食プラス1食、3食入りで、しかもお値段もね、198円なんですよ。これちょっとお買い得かなと思って、うん、買ってみました。ほんのり花椒が香る濃厚ソース味。うん、これ結構いいかな。今日は食べないですけど、ね、今日はもううどんです。はい、そうこう言ってるとうどんが出ました。セブンイレブンさんのさぬきうどんですね。冷凍食品のね、冷凍してあるうどんも美味しいんですけど、2食100円なんですね。これは、3食で100円ぐらいなんで、まあコスパいいんでね、まあ今日食べますし、まあ近々食べちゃうと思うんでね、ここ何日かで。まあ別に冷凍じゃなくてもいいかなと。はい。そして、セブンイレブンさんのね、北海道ひきわり納豆。基本的にね、小粒派。もう超小粒派ぐらいの小粒好きなんですけど、たまにね、ひきわり食べたくなるんですよね。なので、ひきわり買ってみました。108円ぐらいだからちょっと高いんだけど。で、これちょっとね、セブンイレブンさんのカニカマ。これね、後買いしちゃったんだよね。ヨークマートで買ったらね、78円ぐらいだったの。で、これセブンイレブンさんで買ったから98円で買ったんだけど、ヨークマートで買っとけばいいか、よかったかなと思って、うどんに入れるのに具がないなと思って、で、これ買いました。あ、ごめんなさい。で、こちら。セブンイレブンさんのね、三陸産のメカブ。韓国産のメカブはね、200円ぐらいなの。これはね、240円ぐらいかな。うん、ちょっと高いんですけどね、国産のやつですね。はい。これでも美味しいんで買ってきました。なんかめくれちゃってるな。はい。続きましてこちら。これ美味しいのよ。これも美味しいの。セブンイレブンさんのね、濃い絹。豆腐がね、小分けっていうか3食入りで入ってるんですけど、ほんとこれね、濃い。濃厚でね、とても美味しいんでおすすめです。お値段も100円ぐらいなんで。はい。続きましてこちらですね。パスタ買っときました。これはまあ8分茹でなんですけど、3分茹でりゃいいっていうのがあって、それはね、500g だったのかな。で、これは 600g で、お値段一緒だったんで、こっち取っちゃいましたけど、時間の短縮を考えるならね、時は金なりなんて言いますから、その、3分で茹で上がるやつでも良かったかなというふうにね、今は感じております。はい。明日のね、お仕事用のドリンクでジョージア、98円ぐらいでしたね。続きましてこちら、ちょっと美味しそうだったから買ってみました。愛知県産みかん果汁使用、果汁は 10% なんだね。セブンイレブンさんのね、みかんソーダ、ちょっと高級感っていうか、なんかちょっとね、普通のあれとは違う感じがしたんでね、ちょっと購入してみました。量もね、あ、でも 345ml、 缶ぐらいか、昔のね。はい。で、最後にね、リンゴちゃんですね。富士リンゴです。まあ、お腹の調子が良くないということでね、リンゴでも食べようかなと思って、購入してきました。はい。ってことで、以上でございます。時間大丈夫か？危ない。よし。はい。ってことでね、今回は、まあ、おもちゃ巡り行ったんですけども、その後ね、
まあ、ちょっとお腹の調子も良くなかったんで、もう今はだいぶ良くなってきたんでね、ご心配ありがとうございます。ご心配ありがとうございます。まだご心配されてないけど、いつも優しい人多いんでね、大丈夫ですんで、ご心配なさらずに。で、声優さんじゃない、ヨークマート行ってお買い物してきた感じになります。今日はね、もう一応、お腹だいぶ治ってきてるんですけど、うどんを食べようかなと思っております。ご視聴の方ありがとうございました。買い物大好き、よいでした。バイバイ。で、先ほど言ったね、おもちゃカタログの方、また、こっちの方が先なんだよな。うん。動画上がってると思いますので、よろしければご視聴ください。バイバイ。